突撃バックステージ始まるぜ。今日のゲストは千鶴。インタビューテーマは仕事です。千鶴こと千鶴だよ。お仕事の話でしょ。この前事務所にテレビ局が取材に来たよ。まあ俺も見た。千鶴がインタビューに答えてたよな。うん、最初は純くんにインタビューした方がいいんじゃないかってスタッフさんたちが話してたんだ。トークが得意だから純くんにしようって。それで？でもね、僕できますよって言ったら僕のインタビューになっちゃった。はあ？なっちゃったじゃねえよ。人の仕事を取るなって言ってもお前に悪気があるとは思えねえし。純くんのことかっこよくて頼りがいがあって尊敬してますって言っておいたからね。おう、じゃあ許すわ。なんか衝撃の事実が発覚したところで今日はお別れです。みんなまたね。あ、それとね、純くんのインタビューは次回にやるんだって。それを先に言えよ。来ちゃいました、遊園地。突撃バックステージのゲスト、地図のステイ場所なんです。へへー、そうなんだ。僕ね、遊園地が大好きだからここで撮りたかったんだ。地図は遊園地のどういうところが好きなの？遊園地ってふわふわでキラキラでしょ。それにここには笑顔がいっぱいあるから、いつもよりも楽しい気持ちになるんだ。ああ、そうだね。遊園地に来ると自然と笑顔になるかも。いっちゃんいい笑顔してる。そうだ、いっちゃんの笑顔を視聴者の皆さんにもお裾分けしよう。カメラ貸して。あ、ちょっと地図、これで大丈夫かな。あれ、いっちゃんが映ってない。あー、ファインダー閉じちゃってる。地図、ここ押して。わー、映った。めでたしめでたし。ね、せっかく来たんだから早速遊んじゃおう。ジェットコースターに観覧車にメリーゴーランド、何から乗ろうかな。まだ撮り始めたところだよ。とりあえず地図との遊園地楽しんできます。今回の突爆はここまで。始まりました、突撃バックステージ。今日は仕事帰りの地図を直撃しちゃうよ。お先に失礼しまーす。ちゃんおつでした。あ、かなちゃん、ちゃんおつ、お疲れ様。っていうか、ちゃんおつって何？この前偉い人がお疲れちゃんって言ってたんだ。ちょっと可愛くない？ってね、僕なりにひっくり返してアレンジしてみたんだ。なるほど。あれ？でもひっくり返してもお疲れちゃんにはならなくない？細かいことはいいのいいの、かなちゃんも使ってみてよ。ああ、って使う機会あるかな。いっぱいあるよ。みんなも使ってみてね。バイバー。あ、バデュー。何それ？バイバイとアデューでバデューだよ。今ひらめいちゃった。じゃあ俺も使っちゃおう。バデュー。